やりまーす。こっち飯です。久しぶりです。はい、今日これブルーダック炒め麺。口から火が燃え上がる辛さだって。激辛って書いてある。でもなんか美味しいみたいなので、いきます。時間ないのでこれサクッとやります。わかんないんだよな、作り方。なんかむずいんだよ。大さじ 3.5 杯のお湯を残して、後のお湯は捨ててください。液体ソースを加えて30秒間炒め、火から下ろす。わからん。お皿に盛り、火薬をかけてお召し上がりください。出すって。もうなんか今日はこの後増田に移動するので、まあもうパッと松江から2時間かけて浜田に帰ってきて、でここで一回荷物を下ろして、ご飯食べて、1時間移動して増田に行って、今日は夜そこで寝て、で明日は朝9時にそこからまた1時間向こうの萩市に行って学校で教えるっていう、まあ、そんなスケジュール、不思議な日本海側を横断するっていうスケジュールです。その途中でブルダック炒め麺を食べるっていうね。やっちゃおうじゃないの。美味しいって言われたんだけど、超辛いのかな。 50g のお湯を残し、 50g のお湯残せってむずくない？ソースがさ、これ辛そう、なんか色。全部いきます。え、やめた方がいい。食べたことないんだって。わかんない。でも激辛って書いてる。ダメ？いける気がしてる。結局正解がどうなのか分かんないっていうのが一番の問題だと思う。じゃあ水捨てます。30秒であれ全部かける。いきます。感じ。ちょっとこれ30秒になってない。わい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 。合ってるこれ。合ってるのかな。あ、唐辛子じゃない。なんか海苔とかごまとか。善良なふりかけだぞ。もういいでした。できた。こんな感じ。食べます。ブルダック炒め麺。え、そのまま食うのかよって思った。食うよ。辛い。全然無理ってほどじゃないけど辛い。うん、美味しい。なんかでも、え、これ茹ですぎ。あ、辛。今日この後お休み聖書の撮影あるんだけど、あっ、でもね、なんかこのブヨブヨが美味しく感じてきた。美味しいかも。でもね、
辛い。ちょっと汗かいてきた。あー久しぶり、なんか辛いもの食べたの。すごっ。そんなめちゃめちゃ弱い方じゃないと思うんですよね、辛いもの。あー終盤辛いっすわ。でも、もう終わるよ。しかもなんか細かくなったの食べにくい。あー落ちた。頼むよ。はい、完食。なんかチャレンジメニューみたいなことするつもりなかったけど、辛というわけでぼっち飯でした。また汗かいちゃってるな。またね。